皆さんこんにちは、ビレジェンド小林です。今回は自重で肩を鍛える非常に負荷の高いトレーニング壁倒立のやり方をね、解説していきます。肩をね、鍛えるにはどうしてもね、背中と同じく器具が必要になってきます。まあ、やっぱりね、このプレス系の動作とかレイズ系の動作やるにしても、チューブとかね、ダンベルとかやっぱりウエイトが必要になってくるんですけども、倒立もね、実はかなり強い負荷が肩にかかります。体操選手思い浮かべていただくと分かると思うんですけども、彼らってめちゃくちゃでかい肩してますよね。それだけやっぱりね、競技の練習倒立とかをねやる中でかなり強い負荷が肩にかかっているので、あれだけね素晴らしい上半身をしてらっしゃる体操選手がまあ多いんですけども、まあ、そういうことでご自宅でね、まあ、なかなか肩のトレーニングできないなと思ってらっしゃる方も、安全にだけね気をつけていただいて、まあ、この壁倒立挑戦していただければなと思います。で、まあ、やり方なんですけども、壁からまあ70センチぐらいですかね、離れた位置に立っていただいて、もう あとは思いっきり壁に向かって倒立するだけです。はい、このまま耐えます。これで耐えてるだけでもかなり肩に負担がきますので、まあ、20秒とか30秒とかね、時間を計っていただいてセットを組むようにしてみてください。これでちょっと余裕があれば、この倒立でね、腕立て伏せみたいな感じで体を頭が地面につくまで下ろして上げて下ろして上げてという風にやっていただくと、全くねショルダープレスと同じ動作になります。で、しかも自分の全体重が負荷になりますので、かなり強い負荷が肩にかかってきます。肩だけでなくてですね、手首ですとか肘ですとか肩の関節ですね、そういったところにも非常に強い負荷がかかってしまいますので、怪我にだけはね気をつけていただいて、最新の注意を払ってですね、チャレンジしていただければと思います。ということで、今回は実はね、倒立でも肩をしっかり鍛えることができるんですよというお話でした。ぜひね、ご自宅でね、なかなか肩のトレーニングができないなと、器具がないからできないなと悩んでらっしゃる方は、この壁倒立トレーニングに導入していただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。